保育園で有名な吉ママ M。M 息子、以下 M 他が腹を押さえてゲロ吐くことがあって、腹部を確認すると、どう見ても蹴られたとしか思えない怪我してたり、目の周りを真っ黒にしていたり、腕に詰められたあざを作ってることもしばしば。何回も、誰かが児相に連絡してるけど、M が障害者、うつ？なんで手出しできないらしい。それで、周囲が気をつけたり、保育園を数日連続で休むことがあれば、園長が家庭訪問して、無理にでも M 他を連れ出してた。そしてとうとう、児相が M 他を一時預かりするということになった。それから数ヶ月、なぜか、M 他が家に帰されることになった。それと同時に、私を含めて、数件のママに、M のメールが入った。内容は、M 他が帰ってくるのが嬉しいとか、もう話さないとかいろいろだったけど、せっかく M 他が帰るのに、お米を買う金もないと泣き言。要約すれば、金貸してだった。しかも数万単位。メールをもらった数名が、私や他のママ友に連絡。翌日保育園に送った後で集まって話を総合すると、M の要求の内訳は、米、水、タバコ、肉、魚、野菜、ガソリン、車検代、高速代、遊園地代、おもちゃ代。もうすぐ M 他の誕生日だから、そのお金も貸して、だったようで、一人、だいたい、1から3万、全員では20万。絶対借りパクする気の金額だと、全員が合意。きっちり無視させてもらう方向に。児相には再度連絡し、金を他人にたかるような生活態度の親元に戻してもいいのか、と訴えたものの、その数日後には、きっちり M 他は戻ってきたようだ。しかし、その後、2ヶ月にわたって、M 他は保育園に来ていない。私らのところにはたまに、今でも、金貸してメールがちょいちょい来る。ガン無視してるけど、あるママの家には直突で貸して、と泣きながら来たらしい。その理由も、旦那が DV で逃げたいとか、車検切れで捕まった罰金とか様々。うつ病の人を悪く言いたくないが、嘘ついて人から金巻き上げるうつってあるのか？と思ってしまう。です。ごめん、嫌な聞き方だけど。M 他くん、まだ生きてる？誰か無事を確認した？そこまで落ちってるんなら、それも確認してみてもらえませんか？どうなったかな？なんて、時々、他のママと話題にしてたら、遺体で発見された子がリアで近所にいる。報告者。それが、一番気になってるのは確か。とりあえず、一昨日に姿を見たんで、一昨日までは生きてた。今日はどうかわからない。何度も、児相には連絡が行ってるだろうに、全く動いてないみたいなんで、ママ友たちと、M 他がもしも、なら、児相にも責任あるよねと言ってる。です。M の要求の内訳は、米、水、タバコ、肉、魚、野菜、ガソリン、車検代、高速代、遊園地代、おもちゃ代。水代って、ミネラルウォーターじゃなくて水道水沸かして飲めばいいのに。米、肉、魚、野菜って本当に子供育てる気があるんだろうか？子供手当が欲しいだけなんじゃないかなって気がする。ましてや、ガソリン代、高速代、遊園地代ってお前の家を遊ばせるためにうちは働いてるんじゃねえ。って言ってやりたくなるよな。生ポ母子もそうだけど。報告者。M 家は生ポじゃないらしい。携帯でメールしまくり、数ヶ月前にはテレビの40型を買ったと言ってたから、金は、自分のことに関しては、使いまくりなんだと思う。金貸してメールの数日前には、コンビニでタバコを複数カートン買いしてたのも、ママ友の一人が見てるから、子供に使う金は、家計の計算に入れてないみたい。M 他、もうすぐ6歳のはずなのに、手首握ったら、骨に触るくらいガリガリなんだよ。警察にも誰かが通報したはずですが、注意喚起で終わったようです。もともと、警察がしょっちゅう来る家らしいんで、警察も、またか、ぐらいなんじゃないかと。警察が来る理由が、私今から死ぬ、という M のメールの死ぬ死ぬ詐欺で、メールを受けて慌てた相手が警察に連絡したり、実際に、M が、ベランダから物を放り投げて、私も死んでやる。と怒鳴ったりしてるのを聞いて、
このままだと M 本人が飛び降りるか、下にいる人が被害に遭うと考えたご近所が何度か通報したりしてたそうで、翌日になると通報した人をちょっとしたことなのに大げさにして迷惑よねえと、なので警察もあの家に関しては関わるのが嫌なんでしょうか。私を含めママ友たちは皆 M の借金の申し込みや死ぬ詐欺、他人を巻き込む嘘などで振り回された人間ばかりなんですね。もしも通報で M が警察に連れて行かれても、障害者だから何の罪にも問われない可能性があるし、そしたら私たちの子に何をされるかわからない。 M 他にはかわいそうだけど、私たちには私たちの家族を守らないといけないので、警察が動かないなら何もできないというのが本音です。です。20万は返してもらえてるの？旦那の給料を抑えちゃえばいいんじゃね？報告者。20万は貸してません。私は一緒に行ったカラオケの2000円ほどが被害額だけど、ひどい人だと2から3万貸したまま、今回の借金の申し込みだったんで、ふざけんな。と、みんなが思って、誰一人貸しませんでした。だからといって、禁煙してるわけでも水を買ってないわけでもないようなんで、やはり贅沢したいだけの借金か、という感想です。いつも最後まで視聴していただきありがとうございます。この度新しいホームページを作りましたのでご案内します。アドレスは下の概要欄にも記載しています。ぜひ遊びに来てくださいね。